ヨンマトンプー上級宅の数字を見ていて、ものすごい平凡な数字が並んでいて、まあ、ただ、この成績に関しては、YouTube で出してますが、今、久しぶりに見てますが、1茶、2茶、3茶、4茶と、もうほぼ一緒。トップラスマージャンできていない。平均 2.50 が一番真ん中ですけど、2.49。ほぼど真ん中。これでは、上の台に行きたいなというんであれば、少しトップラスマージャン。1茶が一番多い。4茶が一番低い。上がり率は 20%。振り込み率は少し下がって 17% ですけど、もっと下げ、上手い人は 10% 前後だと思うんで。まあこのあたりが原因かなと。上がり順目は変わらず11順。上がり半は4半弱。こんな数字を並べて、まあ眺めてもらったとしてもその日打たないとチケットなくなるんで。まあ今日、チケットもらったんで、せっかくなんで久しぶりに上級宅打ちますという感じで、ドラはチューン789の3式ドラが絡まないと、まあ3色ならなければリーのみみたいな、まあ頑張ってタイヤを6なローマン引いて678のタイヤを3式頑張ってもそのレベルだと思います。あ、これでちょっと678がうまいこと育てば、打点も高くなって勝負する価値あるかな。まあ、マンズの678、ソーズの678、234の678と、ちゃんと5で。234の678。そこまでうまく育てば高くなりますけど。まあ難しいでしょう。これで両シャンテン。パースはあと2つ。いい数値ピンだと振り入ってますね。で、一応、タイヤをのみいいシャン。パースはあと1つ。スーパーソーから引いたら、まあチーマン待ちかなと。あ、チーマンがあと2つか。じゃあカンウーマンで。あ、ごめんなさい、3万がポンされてるのに3万の方を取ってしまった。これはタイヤ王でしょう。マンズの染め手ではなくて。あらら、やっちまった。まあ上がマンズの本一でなくてタイヤ王であるならば、マンズの5はロンできないでしょう。ただ読みが外れて上マンズでした。だと、この辺とローンと。まあ実際はないなと。思ったんで切りましたが、スーパーソー。あくまで、1000点なんで、誰かからリーチ来た。または上がマンズでチーポンした。危なくなったらやめようと。あ、これは嫌ですね。これは切らないです。ここは一歩後退。まさかの軽点。まあ、ドラのチューンとトーンは切っちゃダメな場なんで、まあ、降りていいんじゃないかなと。うん、終盤に3枚使いの4危ないなと思ったけど、直前に7切れてるし、直前でもないか。ドラのチューンがどこにあんだですね。上がマンズの染め手でトントンチュンチュンみたいなパターンであれば恐ろしいです。チュンのありかは
上でした。上はマンズでしたね。ちょっと読みが外れてました。タンヤオかなと。しかもマンズであるならば、イーマンとかキューマンのシャボ、こういうのはわかりますけど、サブローマン待ち。これは完全に読み外れてました。親なんで、ハクドラトラ。面前のハク、トライチ。誰が一番最初に仕掛けるのか。あわよくばリーチもしたい。4メンツが見えてます。あと1メンツ、じゃなくて1ジャントをこの辺りで。くれれば。雲切りが続いてしまった。今回は落ち着いた捨て牌1球から並んでます。ここはスルー。親なんでチーってやってもいいと思いますが、私はちょっとしたくないと。場は膠着状態。ジャントがさっさとできてほしいですね。ジャントできるとチーしやすいんですが、まあ、三人とも、面前で両面リーチクルステハイしてるんで、ちょっと早く。これでリャンシャンテン。両面両面のイーシャンテンぐらいには、あ、さっさと次の一巡以内になってほしいんですが、最高のハイヒーター。まあ、ハク。数値一層、かっこいい層。がジャントになる可能性までありますね。トラがウーピンなんで、ウーピン重なるのが最高です。またはチーして三蔵切りスッチッソ相手とオナテンかなと。まるで違う。三蔵を残してたわけなんで、何かを積もってきて三蔵を切った。まあ、ドラのウーピンと三蔵の くっつき天敗。ウーピンにくっついて。三蔵切り。まあ、そんなとこかなと。数値層ではなかったです。ただ、親の時に上がれず、状況はピンチに、1万点必要です。メン、タン、ピン、ドラ1。その辺りを目指して、真ん中の牌寄せて。ちょっとここネックなんで、リャンピンでも引いて、ここがジャントにやればもう最高です。タンヤオドラ1、イーペーコー。1万点。マンツモであれば全く問題なし。あ、まあまあいいか。チーソーだけはチーします。チーソーだけはチー。いや、攻めたい。チーソーだけはチー。2000点上がると同点2茶なんで、まあ、オーラス2茶で、上に1人だけって状態になるんで、ちょっと弱気。スーチーマンは単純に1位。ちょっと2000点拾いに行きたいんで攻めるんですが、これはリスクとリターンが見合ってない攻め方ですね。
せめてリアンウッソーが最終形の街ならともかく、このシャンポンなんで。スーチーマンは切りたくないんで押しますが、ロン。あらら、この点数でマンガン食らってるようじゃダメですね。こうゲームをやって、特に天砲をやってから早い上がりを上手くならないとっていう発想が出てきて、1000点で上がる、2000点で上がりきる、こういう技術といったら大げさですが、まあ何回か、もう、うわもったいないやられたチャレンジはしてますが、なかなかこう自分でしっかりしっくりくるものは見つけてなくて、今みたいな、まあ、失敗作チャレンジはしたけど自分であんまり、うん、いい泣きではないなと思いながらもやってるみたいなが、まあ、今後もあるんで、おおおほほほ、まあ、これはちょっと当然ですね。チューンを出さないでほしい、バニーチューンが出ないでほしい。トラ3ピン。あー、やっちまった。誰が一番最初に仕掛けるのか。超三元の直撃であれば、三茶になるんで、まだ上がる価値はあるかなと。ちょっと、マンズの本いつも見てた人は正解の気がしますね。おっしゃー。チーピンとリャンゾーは、これはもう、ここ、チーでもいいですね。高め第3弦、安め小3弦でも、まあいいかなと。メンツミスター。いや、そっからはいいや。トイトイも消えるし。ちょっと来い。まあ何かあんこなんないと、二つポンした時点でまあ、つも戦になるんで、オン。片方なんかあんこにして、最終形の第三弦の街がウーマンとか、そういう形にしたい。第三弦、イーシャンテン。ただこの順目まで、白と初が一枚も出てない。どっちかはもちもちの可能性ありますけど。まあ、自分でなんか積もれば、三蔵と白馬、おう、第三元天敗。まあ出ないんで、積もせんか、もうすでにもちもちか。ただ、いや、切らないな。切ってこないな。リーチでもかけてくれると助かりますね。誰かがリーチってすると、ちょっと上がり目が増えるんで、まあ、偶然積もってほしい。こいや。三蔵はちょっと、三蔵でも8000なんで、上と左、おっしゃー。三蔵でも8000なんで、右からの8000だけはダメですね。あ、右からの8000でも大丈夫か。三茶になります。なので三蔵でもローンします。三蔵でもローンさせてください。白はまだ出てない。出ないか。左は降りた。来い、ハック来い。乾杯です。せっかくイベントチケットではなくて単位チケットもらったのに、まあ、4茶引いてるプラス1回しか打てない。安定感がないですね。やっぱアベレージが低い。まあ、上に上がりたいんだったらアベレージを安定感をつけないとダメだなぁと、まあ、ずっと前から思っていて、今思ったことではないんですが、まあ、
一切そんなもんだとは思います。今回も見てくれてありがとうございます。第3弦上がりたかったです。ありがとうございました。